はい、どうも石原でございます。皆さんに一つ報告があります。愛犬の方がね、今日ね、先ほど亡くなりました。14年ってそうって、はい、最後はこうなんか息がこうこうなん息の回数がこう徐々に減っていって、うん、あ、その最後はねきつかったと思うんですね。ご飯食べれなかったんできつかったと思うんですけど、まあ最後はあの子供たちちょっとね、あの学校に協力してもらって子供たち迎えに行って、行け行け急げ急げ乗れ乗れ、まだ行き場しとくかもしれんけ、行け行け、どうかな、どう、死んだ、で、最後ね、あの愛犬と、まあ、まだ温かいうちに、ね、まあいろいろね、あのクリスマスプレゼントの代わりにうんこをされたりとかね、いろいろこう迷惑を被ることもありましたけど、まあ14年間一緒に連れ添ってきた、うん、まあ、パートナーでしたのでね、まあちょっと残念な気持ちでいっぱいでございますけども、まあ本人も最後は本当に何にも本当に食べれなかったので、こちらのね Vlog でご紹介したと思うんですけど、急に容体が悪くなって病院に行って、で今だから6日1週間ぐらいまたご飯食べずにずっといて、で今日1月の25かな5日に、はい、今今朝、ボイシーを撮った後にね行きましたので、明日ねちょっと火葬に行く手続きをしまして、今日は一緒に愛犬と子供たちね過ごして、一晩明けて明日、愛犬の葬儀、火葬に行きたいと思っておりますので、いやこのチャンネルでところどころね、あの愛犬が出てきてたと思うんですけど、まあ、老犬なので、ね、まあ、花村さんとか、あの、ご心配いただいていて。
それをね、改めて皆さんにね、まずね、ご報告しておこうという動画になっております。はい。まあ、今朝まだこう、起きたことなんで、まあ、子供たち、まあ、妻も含めて、いろいろね、まあ、いろんな感情が、こう、湧き立っているところだと思うんですけども、まあ、最後、見とれた、のでね、はい。まあ、よかったかなと思いますので、まあ、今後、この Vlog チャンネルでは愛犬がね、残念なことに、まあ、うん、まあ、もう姿は見れないんですけど、まあ、こちらの動画で犬をね、この近くで犬を救出したことがあって、そこからこう、愛犬への、その接し方っていうのが子供たちからが変わってね、その命の大切さというか、うん。そういうのが、変わった年だな、というところがあったので、まあ、まあ、感謝の反面大変だったなと。まあ、犬を育てる。まあ、命をこう、預かるっていうか、うん、のはすごく大変なことだし、まあ、嬉しいこと、悲しいことももちろんありますし、うん。まあ、いろんな思いがありますけども、そういうことで、石原家の家族が、一人減ったということで、皆さんにお伝えしておきたいと思い、動画を撮りました。じゃあ次はね、愛犬の仮装とか、その辺のね、まあ、僕のライフスタイル、ストーリーをお届けしてますので、その辺の動画をね、今後上がっていくかと思いますので、ね、その辺また、お待ちくださいということで、まあ、ご報告動画になりました。